エルマネスよ、シュゼミンだ。本日なんですけど、香水皆さん手首につけていないでしょうか。今回はね、正しい香水のつけ方っていうのをご紹介したいなと思います。それとね、おすすめの香水をご紹介したいなと思っておりますので、最後までご視聴いただきますととてもとても嬉しいです。それでは早速行ってみましょう。本日もご視聴いただきありがとうございます。本日なんですけど、正しい香水のつけ方と、あと僕のおすすめ香水っていうのをご紹介させていただきます。興味がある方はね、最後まで見ていただければと思います。最初はまず、僕がね、香水すごく今まで使ってきた中で、仕事柄ね、使う機会が多くて、いただく機会も多かったりして、いろんなものを使ってきた中で、今でもずっと使ってる香水があるんですけど、その香水がルラボとサンタマリアノベラなんですけど、この2つは最もすごく僕大好きな匂いで、なんて言うんですかね、柑橘系なのかな、爽やかな石鹸の匂いな香りなんですけど、僕はそういうジャンルのものが大好きで、ベビーパウダーとかそういうものが好きな方、匂いが好きな方はとってもすごくハマる匂いかと思うんですけど、僕はこのサンタマリアノベラとルラボの香りがめちゃくちゃ大好きで、おすすめです、ぜひ。で、ルラボなんですけども、このね、2つね、ルラボね、非常に人気なんですけども、ちょっと値段が高い金額になっちゃうんですけど、そんなに量も入ってるわけじゃないんですけど、ちょっと値段が高いんですけど、2万ちょっとぐらいする商品なんですけど、15ミリとか100ミリとか、あと30とかあるのかな、今は。だと思うんですけど、結構2万、3万ぐらいしちゃうんですけど、すごく匂いがいいです。で、僕が使ってる香水が、ローズの31と、サンタルの26なんですけど、これがすごくいい匂いで、特に31なんか男性がすごくおすすめかなと思います。結構ね、31のね、この香水をつけてると、これ何の香水使ってるのって結構言われることが多いので、ぜひぜひおすすめですね。で、あと僕このサンタマリアノベラなんですけど、サンタマリアノベラとこのルラボを混ぜたりしたりするんですけど、ここら辺の香水って結構人と被ること多いじゃないですか。で、香水ってやっぱりつけてて人と被りたくないっていう思い結構あったりするんですけど、それで僕この3つで結構回したりしていますね。合わせたりとか、あといろんな香水全部、この冒頭にもありました、この全部の香水でちょこっと混ぜたりしていい匂いを確かめたりしてるんですけど、そういう風にするのをおすすめです。このね、ベースが3つなんですけど、この3つで自分の大好きな匂いを作ったりするのもすごく好きで、あと人のそれぞれ体温によって香りが変わってくるので、一概にみんなとは一緒にはならないと思うんですけども、若干ね、香りの違いがあるんですけど、この3つは特におすすめですね。あと、正しい香水のつけ方なんですけど、皆さん手首に結構使ってる方すごく多いかと思うんですよね。手首につけると手洗いしてる時に落ちちゃったりして、香りっていうのは結構、例えば朝つけて午後夕方とかなってくると、もう非常になくなってると思うんですよ、香りがね。で、あと首とかなると、ご飯食べたりとかするときに嫌な匂いだったりとか、ご飯を食べるのにすごく邪魔になっちゃったりするんですよ。で、あと気持ち悪くなっちゃったりする人もいるかと思うので、他人に迷惑かけないように、首にはあんまりつけないようにしてるんですよね。で、正しいつけ方なんですけど、内ももとお腹とくるぶしにつけるのがすごくいいかと思います。で、香りって下から上がってくるものなので、柔らかい香りを感じた方がいいかなと思って、風が当たった時ふわってくる匂いがいいと思うんですよ。すごくいい風に香ってくるっていうか、で、あとここぞという時はやっぱり首のね、背中のところにつけとくとすごくいい香りがします。で、こうやって歩いてって後ろから香りふわってくる香りってすごく色気があっていいと思うんですよ。で、もうここぞという時はね、この後ろの方に首にポポンってつけるのがすごくおすすめかと思います。で、お腹とかにやっててもすごく匂いがふわって上に上がってくるので、いい感じに、なんていう表現すればいいのかな、香水が柔らかく香るって感じですかね。そんな感じなのですけども、ちょっと伝わりづらかったらすいません。そんな感じで香水、今回この3つを僕がね、使ってるおすすめなんですけど、ルラボなんかすごくいろんな方に人気な香水だったりするので、すごくかぶっちゃうかと思うんですけど、こういう香水をね、いろんな香水と混ぜながら使うのもすごくおすすめかと思いますので、ぜひね、こういうね、香水をね、混ぜながら使って、正しいつけ方っていうので香りを大事にしていくのはいかがでしょうか。非常にね、五感の中で香りって印象に残りやすいものだったりするの で、僕もすごく香水大好きなので、結構癒しの中の一つだったりするので、香水ね、サンタマリアノベラとルラボの商品はもう20年ぐらいずっと使ってる商品なので、
はい、ぜひ皆さんにシェアしたいと思ってこのように撮らせていただきました。で、今回の動画が皆さんの参考になればすごくすごく嬉しいです。はい、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画がいいねと思いましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、アニョン。